皆様こんばんは。本日も可愛くてごめん、売り子の女兼大出血特化サービス取りないだ。本日はこれでさようなら。Thank you.
プリにお届けいたしました。ポニーテール、テールとは尻尾、いつもドキドキしているのはどんな象？いつもドキ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 しているのが心臓。象が2頭で楽しく食べている象は象に。子供たちは楽しく学ぶ。先生は家事パンのクソ力、家事パンのバカ力、やってやれないことはない、不可能などないのである。もっともっと時間があればいろんな曲をお届けできますが、電気もなぜか消えていますので、環境が少し悪うございます。もっともっとやれると思いますが、ハキューのことのこと、グリコのおまけ、よい子の皆さんも先生と楽しくお手手をつないでお散歩お散歩、子どもたちも実に興味好奇心、学力向上はもちろん、みんなとっても正しい姿勢でちゃんといろんな音に触れて、今度はこの曲弾いてみる、今度はこの曲を弾いてみたいなど、実に嬉しいことも言ってくれます。先生もまだまだ未熟でございますが、人に優しく皆さんの友達と喧嘩もしないで、仲良く仲良くしましょうね。子どもたちの能力を伸ばす、いじめに虐待防止、先生もまだまだ頑張れるや。体の不自由な方、お年寄りが多いご時世ですが、何のそのご希望があれば、どこでも慰問演奏、学校へも出前、出張レッスンも可能でございまする。芸名もどしどしご応募しておりまする。それでは本日もこれでさようなら。おならばかりしている人は何歳？おならをすれば9歳、9歳ですが、坊
はポーでも悪いことばかり考えているのが陰謀盗みは人のためにならず、ジャンパルちゃん悪いこと してやろうかな、なんかことしてやるかな、泥棒首を長くしている、長くして誰か来ないかな、なんかいいことないかなと思っているのが待望、まだまだ夢や希望を持てる人のことは、棒は棒でも希望やいこの皆さんの遊びが実は大好きです。子供たちの遊びを取り入れて、あ、できた、できたぞ、えらいぞ、この子は良い子だ、いつも毒不力からしっかりサポートしておりまする。鳥は鳥でも、ゴミを集める鳥はちりとり。鳥は鳥でも、ドビリドビビリレレレットラレレレットラ、ラドミラドミ、メロディー呪術なき、先生の真似をして歌う、あ、弾く、歌う、弾く、これか絶対音感も身につけるコツでございます。真似をして歌う、あ、弾く、歌う、弾く、これがちゃんと絶対音感を身につけるコツでもあります。特に独譜平音記号が苦手な方が多いのも事実です。それは克服できます。とゆっくり読む、あ、書く、あ、読む、書く、音読効果、絵本の読み聞かせをピアノレッスンに取り入れる効果、これは曲のイメージをしっかり豊かに想像し、曲にお話をつけてみたり、あ、楽しそうに踊ってる曲ね、あ、これは単調で暗くって寂しそうな曲ね、いろんな楽器のイメージを持って弾くのも大切ですが、あ、この曲は木管楽器が使われてるわね、左手はストリングね、これはクラベスかな、いろんな曲の楽器のイメージも持ってみてください。それでは明日の空が期待くださいな、ゲーミーかな、出前です。芋演奏。なんでも。はい。はい。受けたまわっております。
それではね。また明日。皆さんも人に親切にしてあげましょうね。先生もまだまだ、まだまだ完璧ではございません。それではね。さようなら。